おはようございます。今日は試合前日で移動の日です。朝早いですけど練習行ってきます。明日の試合がアウェーの京都戦なんで、今からトレーニングして、で家帰って空港向かって移動みたいな感じです。アウェーの移動の日はちょっと練習の時間が早くなったりすることがあるんですけど、飛行機の時間の関係だったりもあるんで、ただ移動中寝れるんで、ちょっと朝早くても大して問題ないですね。トレーニングの時間ちゃんとしっかり集中して試合に向けていい準備したいと思います。練習行ってきます。練習終わりました。家帰ります。空港向かいます。おはようございます。チャンネル登録、うるさいです、いいね、恥ずかしい、恥ずかしい、お疲れ、お疲れ、お疲れ、ホテル着きました。これからマッサージ受けてミーティング食事って感じです。で今バッグ開けたらめちゃめちゃ匂いして、最悪なことが起きてます。これ最悪、マジでえぐいって。非常に速しとしてもターゲットを見つけやすくなっていますが、ダンクですり勝って腹がいきます。中2日の苦しさが見てても苦しくなりました。本当中2日きついだろうなと。11時過ぎたんで寝ます。おやすみなさい。お墓参り行ってきました。コロナの影響もあったし、ようやく今日行けたんで墓参りに
よかったです、まあ、試合前ですけど、まあ、ホテルも近かったし気合入れて試合頑張りたいと思います。おはようございます。びっくりした、びっくりした。調子どうですか？今から軽食だと思うんですけど、調子どうですか？まだ眠いです。今日はいつもよりちょっと早いですけど密着感がない。今日も軽食食べていい準備していきましょう。じゃあ行ってらっしゃい。恥ずかしい。今ミーティングしてきて、右サイドバックでスタメンです。今日は京都が相手で、まあ、フォワードランキングトップのピーター・ウタカ選手いるんで、まあ、そこをどう抑えるかっていうところと、相手ファイブバックになってこう守備してくると思うんで、そこをこうこじ開けられるか、どうやって侵入していくかってとこですね。京都の新スタジアムでこう戦えるんで、それすごい楽しみですね。やっぱサッカー専用でやるとまた全然違うんで、そういうのも含めて楽しめたらいいなと思います。まあ、5連戦の最後勝って締めくれるようにいい準備したいと思います。今日も頑張っていきたいと思います。行ってきます。で負けました。まあ、内容も結構圧倒された感じだと思うんですけど、まあ、体って結構我慢してみんな 0-0 で耐えてたんですけど、まあ、もうちょっと攻撃のとこをうまくやれたらよかったなっていうのは僕自身はありますね。もうちょっと前にプレーできたらよかったですけど、まあ、来週また普通にいつものサイクル試合があるんで、まあ、5連戦は一旦、まあ、次の5連戦あるって感じですけど、まあ、準備して。京都のスタジアムすごかったっすね、本当に。ああいう雰囲気でサッカーできるのまた幸せだったんですけど、まあ、また次に向けていい準備したいと思います。朝早いですけど沖縄帰ります。